ばんは。高尾です。高尾炭治郎さん、せいちゃん、佐藤さん、なおなおさん、しんさん、くにひこさん、さとるんさん、メガバイトさん、なりばーさん、やっしーさん、てるさん、ありがとう。せいやんさん、ひでのひでさん、ひらりんハットさん、大西くん、ラッコさん、ひら兄さん、カスさん、アーさん、鳥取太郎さん、まいせんさん、キックさん、てるおさん、ありがとうございます。高尾です。こんばんは。おお、卵がいっぱい。高尾本名です。おつ、うん、高尾本名ですけど本名ですけど、え近っぱさい、タイムテーブル出た。え、2時だっけ、2時半だっけ。でも真ん中なのかな。どうしようかな。テロップどうしようかな。ツイッターにしよう。2時か2時半。ありがとうございます。ちかっぱ祭。14時から14時半です。髪。確かに今日髪サラサラかな。すき焼きか。すき焼きね。すき焼き。すき焼き。すき。待って、文字制限、文字制限。すき焼き。文字制限どうしよう。そうなの？待ってます。あら、誕生日、え、おめでとう。ペップさん、お誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。素敵な一年と最推しの一年にしようね、ペップさん。ちょっと待って、ごめんね、この好きよ好きよ。
あと一文字が、あと一文字なのに。ちょっとテロップはちょっと消しといてテロップ消しといて。ちゅうやん、ちゅうやん、楽しい。ちゅうやんね。なんかみちゅさんと私の推しの人、なんかちゅうやんなのかわいい。ちゅうやん推し。あ、つでじ知らんか。よし。え、ツイッターフォローしました。ありがとう。ん？昨日は何？そうだよ、高尾もうすぐお誕生日なんだ。やっほー、焼き焼きおつさやん、やんみちゅ。目印消えた。ツイッターの ID ってひらがな OK？ うん、違う、これひらがな関係ない。炭酸せんべいさん、りんさん、ゆっくりできた。ゆうきさん、ゆうぽん、ゆうぽんさん、けんたんさん、れいくさん、こっぺさん、ゆっきーさん、つとぽんさん、トゥエールさん、F 渋谷さん、みつるんさん、てるおさん、さるやまさん、かずさん、せーたありがとう。たてさま、ありがとうございます。お好み焼き、流れてみちゃって、え、全く何もないですよ。プレゼント、あ、誕生日プレゼント、え、ありがとう、嬉しい。今日プレゼント受け取ってきた、ありがとうございます、嬉しいです。ね、なんか今日なんかストレとかもしてる、帽子かぶってたからかな、カラ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 かな帽子かぶってたからかな。あ、届いたよ、ありがとう。カラ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 、難しいよね。F 渋谷さん、なおなおさん、あおちゃん、すき焼き、たっちんさん、レッドレーサーさん、これは焼き焼き、これは焼肉、ケンタロウさん、ありがとう。私は、あ、そう、私すき焼き派です。すき焼きの方、そう、すき焼き派、すき焼き派だよ。久しぶりに来れた、イエイイエイ。あ、なに、
ダメ、これじゃあすき焼きにしとこうかな。間違える方がたくさんいるから、すき焼き、焼き、すき焼き、よいしょっと。今日はね、ハンバーグ食べに来ました。今日ももちゃんとねお仕事があって、だからついでに夜ご飯一緒に食べました。めっちゃお腹空いてて、その今日意外とね食べるんだよ。ももちゃんよく食べますね。意外とよく食べる。うん、ももちゃんと一緒多い。何、なんかそうハンバーグ、私そのお店、私結構頼むやつが2個あって、普通のやつと、なんか今日メールに送ったね、なんかハンバーグステーキみたいなエビフライ付きのやつが好きなんですけど、今日はなんかステーキの気分だったんで、あとエビフライも食べたかったからそっちにしたんだよね。でもそのノーマルの方はご飯ついてんだけど、最初からでも今日頼んだやつは鉄板のやつで、でもそれはご飯はつけない。もうご飯つけたらもうねえ、ちょっとお腹がだから今日なんか鉄板頼んで、ももちゃんも鉄板頼んでたから、チーズのなんか、だからなんか店員さんに、こちらライスはついてないですがよろしいですかって言ってて、あ絶対ライスあったら食べれないから大丈夫ですって言ったら、なんかももちゃんが、え、いらないの？え？え？入る？お腹入る？お腹入る？私は入ります。え、舐めでよろしいですか？みたいな、あ、はい、マジかと思って、ももちゃんどこに入る？みたいな、ももはつけるよ。ももちゃんの、そう、ももちゃんの胃袋はどうなってるんだろうか。その後私もパフェが食べたいから、パフェもね、パフェの分も残さないといけないから、私この後パフェ頼むからって言ったら、じゃあもも何にしよっかなって、もも、パフェも頼む？ももはいちごのやつ。いちごのやつ。ストロベリーにしようかな。え？みたいな。とりあえず後でか、後でもう一回考えようみたいな。で食べてから、じゃあ私はこのコーヒーのやつにするね、コーヒーのファミリーにするねって言って、そしたらももは、うん、やっぱりいちごミルクにする、あよかったと思って、いちごミルクも絶対量多いけど、ももちゃんすごい、だって並のご飯も入ってんだよあのハンバーグ、しかもハンバーグもなんか 200g とかだったし、
200g のチーズのチーズフォンデュみたいなやつがかかってるハンバーグと、なめのご飯と、いちごミルク、すごいな。 200g、 そう、チーズも絶対に多分結構食うと思うんだよね。もも今お腹空いてるからみたいな。すごいすごい。私何グラムだろう、多分私の100グラムとエビフライか、エビフライが結構くるんだけど、大きいのが2本ついてるね。タルタルがついてるエビフライね。確かにこれから背が伸びるかもね。うん、じゃやば、ちょっと身長抜かされるかもしれない。エビフライ好きだよ。ありがとうございます。180センチのももちゃん。いや想像できない。でも165センチとかないかもしれないですね。でも分かんない。ももちゃんが背高くなっちゃったらどうしよう。私なんか想像できないんだけど今。私いもけんぴさん、F 渋谷さん、うん、ちくわドーナツさん、レッドレーサーさん、すき焼き、ロックオンさん、すき焼き、ありがとう。ダンさん、ありがとう。あ、まえはさんがめっちゃ身長伸びた。あ、そっかそっか。私は、待って、私2期生で今一番身長低いのって誰？結構みんな多分公式サイトよりもなんか伸びたりしてると思うから、多分誰？おー、すき焼き来た。松さん、松さん、すき焼きありがとう。まさかの松さん、ありがとう。すき焼き、そう、ももちゃん、今んとこももちゃんですね。さこちゃんも多分背高いですね。多分しめさらとかも背高いもん、私より。そうだね。あ、久しぶりなので、 ありがとうございます。久しぶりなので、あ、イケゴーも、確かにイケゴー、でもイケゴーもな、今だってみんな成長期やん、私より低い子。リネちゃんが多分1センチも、え、どうやろう、1センチの差ぐらいかな。サヤンピンチだよ。まあそうね、いや先輩はあれかもしれないけど、2期生は結構、いや私も成長期まだ来る。まだ来ますよね。うん、私も成長期。そうだね。こにゃにゃちは。ちょっとね、待って、一回こうし。
そうですね。まあ、靴を厚底の履いたらまあ身長伸びる。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。最近そういう靴をね、最近気になってるんだよね。結構同じ身長のメンバーとかが履いてる靴があって、私もそれ気になってる。みつるんさん、すき焼きありがとう。せいやんさん、めっちゃ可愛い。厚底リアルサイアン天使でしたわって、え、嬉しい、ありがとう。パフィンさん、ウルスイーツ選抜おめでとう、ありがとう。あー、そう、ブーツはそう、ちょっと身長高くなる。じゃん、マーツさん、ありがとう。すき焼き、いいいい、プッシュプッシュ、ありがとう。池団地、面白い。すき焼きはあったかくなるよね。こんばんは、さやかたかおです。カッパエディさん、すき焼きありがとう。ナリさんありがとう。お疲れ様。あら、うん、うどん、すき焼きうどん派です。違う締めもあるのか。さやかたかおです。海外デビュー。なんか最近は街どこでもなんか結構もみじ紅葉が見れますね。なんか嬉しい。オレンジとか赤色の葉っぱがたくさん見える。やっぱり急に気温が下がるともみじがに変わるんですね。そうそうそう、宮島、確かに宮島綺麗なんだろうな。紅葉もしかしたらね、なんかもう急に散るのかな。
高尾山の紅葉やってたの。へえ、見たい。めっちゃ高尾山、ちょっと勝手に親近感湧いてるんですけどあ、高尾山は先週くらいがピーク。そうだ、高尾さん。もみじ。あ、そうなんだ。いつか高尾山に登るロケみたいなあったら面白い。見てみたい。やっほー。もう一杯。高尾が高尾でもそうですね、山登りは結構ね、体力がいりますよね。トッシーさん、照明さん、イトキンさん、卵いっぱいありがとう。すき焼き。ロックオンさん、鳥取太郎さん、ありがとう。結構紅葉ってなんだろう、紅葉見に行かなくても結構見れるんですね。あ、そうなんだ。そうそう、結構街中とかで、でも桜とかもそうなんか。でもやっぱり名所行きたいですよね。そうそうそう、なんかそう、川沿いとか公園とか。確かになんか紅葉ってなんかあれだね、赤と黄色だから、私のペーライトからだペンライトカラーだな、そういえば。何？世界で一番可愛いって？嬉しい、ありがとう。ほのぼのしたね。ちょっといいですね、紅葉。赤と黄色って結構いろんなものになりますね。ね、秋はじゃあ結構私の推し、推しカラーですね。趣がある。でもね、私のね誕生日冬だからの。12月4日って完全に冬だもんな。ギリギリ秋？
冬っぽい。冬生まれって感じする。へえ、そうかな。確かに夏って感じはしないかも自分。ギャグ拾ってあげてごめんねごめんね。ギャグはそうちゃんと頭の中で読んでるんだけどえ、誕生日まであと10日。びっくり。ラニラニの、あ、ラニラニのね、夏。ラニラニはもうハワイのその特集で、そう、夏ですよね。そう、声に出したくなっちゃうけど、そうだよ。自分のタンプレあんまり買わないかもですね。なんか配信で食べるためにケーキとか買ったりするけど、3000円のガチのケーキ。ホールですね。ケンタロウさん、トキメッキーさん、アーツさん、ヒデのヒデさん、すき焼きありがとう。すき焼き確かにタンプレっていうかご褒美。うん、なんかいつもね、なんか自分に誕生日プレゼント、なんかこうね、自分のタンプレに買うかみたいな、なんか思う時はあるけど結局買わない。そう、一人で食べますよ。でも次の日までかかる。でも意外といける。一気に食べないけど。そう、自分へのご褒美みたいな。やっぱり3000円ぐらいするからね、結構パクパクね、いけちゃうんですよ。そうだったんだ、すごい。ホール食べ、ホール食い。パクパク。意外とケーキ確かに好きだな。そうほん、もうケーキ屋さんのケーキという感じがする。お、余韻がいいね。何それ。うん、私ショートケーキ、多分チョコケーキはもしかしたら、なんか甘い、甘さがちょっとあれかもね。強すぎるかもしれない。ショートケーキ結構意外といける。あー、コンビニのケーキか。それはちょっと食べたことないかも。なんだろう、甘さが控えめなのかな。誕生日配信、そうしようと思ってますよ今年も。コンビニケーキか、ちょっと見てみようかな。そうなんですよね、ちょっとまだ12月のスケジュールというか、あんまり詳しくは分かってないけど。
あ、ろうそく、そう、ろうそく私買ってもさ、あれがないから火をつけるやつがなくて、なんか去年かな、去年ね、それでね、ろうそくあったけど、なんか火つけるやつなくて、なんか多分できなかった気がする。 そう、ないんだよね。待ってるよ。 買ってくれたんだ、ありがとう。あらら。そう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 。ないんだよね。マッチね。マッチはなんか理科の授業でつけたことあるの。でも怖い、なんかやっぱり火つけるの。もう私ヒーターで、もうヒーターが禁止だから、なんかもうそのライターとか、なんチャッカマンとかアルコールランプとか、なんかマッチが家にあると怖くなってくるかも。ST 瀬戸内です。瀬戸内を拠点に活動してます。そう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 。あ、ガスはね、なんかね、ガスは今ガスですね、使ってるの。私 IH、 なんか電気がいいけどガスだ今あるのは。アルコールランプって なんか すごいな。そうなんですよね。やめとこ、ちょっと家の中で火をつけるのは。今はね、電気式のね、ろうそくもありますから。なんか去年はそう、なんか電気式のなんかやつにした気がしますね。よく見るやつ。 生誕祭の時によく見るやつ。父が好きになりました。嬉しい、ありがとう。嬉しいです。そう、事前練習大事。でも意外といける、あの電気消すの、ろうそくの、ケーキの。そう、リハの時に練習した。ヨシキーさん、バルタン太郎さん、ハギーさん、キツネさん、ありがとう。キンタロウさん、あと10日か。じゃあ明日になったら、もうあと9日、もうカウントダウンできるぐらいなんだ。冷え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 
なんかそう思ったらさ、なんかほんと実感ないんですけど、なんか去年の12月4日がほんといろいろありすぎて、ほんとにいろいろあって、なんかあの日から1年かみたいな。そう、なんかね、いろいろあったんだよね。そうそう、そう、その日誕生日配信はしたんですけど、その前になんか今日の何時から、あの丸々時から全体ミーティングがありますみたいな急に来て、あれ私誕生日配信するけどもみたいなあったんですけど、でも誕生日配信、誕生日だったけど、その前にね、なんかねまた違うお仕事もあって、レッスンだったかな、レッスンがあって、で事務所に花束を受け取りに行って、でケーキのホールを買いに行って、結構もね本当に忙しかったんですよ。でそうで誕生日配信して、でその後そう、その全体ミーティングがあって、なんだろうと思ったら、そうですね、その6枚目シングルの選抜発表がねあったんですよ。それまでなんか選抜発表っていうのをね、そう、そう経験したことが、なんかね5枚目シングルは全員選抜だったからなくて、あーこんな感じなんだと思って、そう誕生日だったんだよね。だから6枚目シングル発表があって、そこで最後の方に高尾沙耶香って呼ばれて、なんかへえーみたいな、でなんかすごいなんか体が震えてきて、そう、その時はさ誕生日プレゼントかなとか思ったりしたんだけど、なんか冷静のような結構ね複雑なね感情だったんですよ。嬉しいってのもあるけど、やっぱり2期生から2人だったし、その日はいろいろありすぎてね、うん、嬉しさと不安と、なんか安心と、なんかいろいろありましたね。そうだね、武道館で初発表でしたね。その日はなんかあれもドラエグの結果発表もあって、そうそうそう、そこでなんかね結構順位もねその日まで本当に最後まで分かんなくて、なんだろうな、5位、4位か5位になるか2位になるかだったんだよ。それでそう2位になってみたいな、なんかいろいろありましたね。そうめっちゃ接戦というか、うん、だったんだよね。なんかその日はそうドラエグの最終決戦日、お昼が最終決戦があって12時から、それをしてからレッスンしてみたいな
そう、めっちゃあったんだよその日。でもなんかその次の日にはもうそのドライブの感謝結果発表みたいなのがあって、えみたいな、早みたいな確かそうですね、その次の日だった気がする。でまたすぐもう CM 撮影に行ってみたいな。去年そんな感じだったんですよ。今年は今年どうなるかな。今年多分ね、落ち着いた一日になりそう結構変わるもんだな。それはどうかな。まあ、違うかも。その日になったらまた教えますね。わあ、楽しみー。楽しみー。七並べもですね、そう七並べもねたくさんしてました。12月は2位以内をそう目指してて七並べもしてた。そうだそうだ、せいちゃん、これ猫かわいい、えーちゃん、くま、ありがとう。かたむつりさん、すき焼きありがとう。立花はやとさん、あれ本当だ、確か私の生誕祭の当落発表が12月の1日ですよね、だっけ、確か見ようかな。応募期間か、応募期間が12月の1日前ですね。あ、ありがとう。で、12月の6日か、当落発表。あ、豆柴さんとの対バンの日が当落発表か。ってこと、私がもうライブしてる時にはもう皆さん当落だでそわそわしてる子なのかな。あらら、会場と同時に当落って会
場会場されたと同時にちょっとそれそわそわしますね。来られる方とか特にどういう気持ちどういう気持ちで、でもどっちにしろその日はね、まあ会えますので。お、ありがとうございます。楽しみ。なんかこの公演のタイトルで僕の最悪公演高尾さやが生誕祭って書いてあるのがめっちゃドキドキする。なんかもうこれだけでもう私もうなんかもう緊張する。えって感じ。高尾さやが生誕祭って何みたいな。この文字だけで私もなんか本当になんかもうありがとうございますって気持ちになる。ひえーひえー、そうひえーひえーお、待ってるよ。主役主役え、主役ってやばくない？私主役ってやばいと思う。え、主役になったことがないからこの人生この人生の中で主役になったことがない、ありますか？いや、その公演はその私のファンの方がね、来てくださるっていうのはね分かるんだけど、なんかひえ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 やばい、どうしよう。250人くらいなんですかね。250人くらいか。250人。250人。私はもうお見送りがお見送りがちょっとシュールなイメージをしてるんですけど、あー制限なかったろ500人。なんかお見送りって本当にやっぱいろんなファンの方がいらっしゃるので、やっぱりなんか全然目が合わない方とかもねいらっしゃるんですけども、なんか全員と目が合うのかなとか思ったり。なんかそう推しメンにすごいアピールとかしてくださるファンの方だから、皆さんがなんかアピールしてくれるのかなって思ったらちょっと面白い。
ピールずっとピールタイムで。そうだよ、多分最後にいたら絶対見逃さないでくださいね。たまに、そう、たまにすごい人、すごい人、そうだよ、よろしくね、みんな絶対にアピールしてね。ちょっと、いいですね。そっかー、そう、お手紙は私絶対に泣くんですけど、もう多分絶対に泣くんですよね。ちょっと本当にあの大号泣しちゃうと思うので、ちょっとでも大号泣しちゃったらその後の顔がちょっとやばくなっちゃうから、どうしようかな。そう、私はもしかしたら、そう、誰かなとか思ったり、弟は絶対ない。弟絶対ないですね。ちょっと面白い。お姉ちゃん、それはさ、笑っちゃうと思う、私。そうそうそう、いや弟絶対ない。絶対ない、これは、これは100 150% ない。やばい、もうイメージしちゃったらもう緊張しちゃうわ。とりあえずその生誕祭ということを一旦忘れようかな。ちょっとその始まる瞬間とかは、お姉ちゃんに。おもろいよ。うん、そう、もう意識しちゃうかもしれないから、一旦、一旦一旦ね、もう緊張しちゃうか。ダメだ。え、生誕祭はまだありますもんね。あら、ありがとう、嬉しい。生誕祭はまだ日にちがあって、私自分の誕生日があと10日なんだよ。私のセンター祭の受付が12月の1日までなんで、結構あるんだな。あれ、こんなに受付期間長いっけ、こんなに長い。え、当日券とかありますかね。もしあれやったら、え、なんかなんかあるかな。当日券みたいな、再販みたいな。あー、そういうことか。そうなんですかね。あー、取って出し写真ね。グッズがあるのかな。そう、12月3日。あ、トレードね、トレードがある。12月6日か。
あ、生誕 T シャツの、それは嬉しいですね。当日あったら。私いつも生誕祭の時はその場で買ってたもん。物販の人に聞いてみるってすごい すごいな。常連さん？そうそうそう、当日買う人。私あ、ゆみりんさんの生誕祭も当日販売あった。おお、それはちょっと見えてきた望みが。開演前に私が物販に 物販に立つ ノーメイクかもしれないんですけど ノーメイクで物販に絶対ダメって言われる 一回聞いてみようかな。リハーサルしないで物販してたらちょっと私怒られちゃうよ 怒られちゃう。そうそう。でもそのグッズ売り場に行ったことないな、その私その公演の時とか。冷え冷えしか言ってない今日。皆さんも申し込んでそうですね。え、福田さん？みんな申し込んでそう 勝手な想像をしてる。両方？両方？でも私も絶対推しメンの生誕祭絶対行きたいもんな。ああ、チャートリさん、チャートリのね、チャートリさんって言っちゃった。自分もチャートリや。あ、そっか、行けない方もいるからね。ありがとう。調整中。にゃ太郎さん、はんちゃん、はたぼうさん。ありがとう。
12月のなんか確定みたいなやつで12月1日までできるように。なるほどね、それは嬉しい。ショールームで知ったのですが、とても可愛くて気になってます。嬉しい、ありがとう。嬉しい、天白さん、ありがとう。嬉しいです。12月1日の23時59分までだから。確かに優しい、まあ、ありがとう。そうだよね、お仕事の関係あるかもね。そのシフトとか、その勤務表とか、その時間帯とかいろいろあるからね。確かに12月1日まで嬉しいな、よかった。確かに結構ちょっと前にね、そうやって言ってくれたし、結構前から言ってるか、12月16にやるっていうのは。優しい、仕事ピエンだね。でも配信とかもあるし、夜もショールも配信すると思うし、6時半スタートもありがたい。PM あ、ありがとう。場所は、そうですね、場所はね、うん、結構アクセスはいい方かなって思いますね。顔ちょっと緊張しているので、多分当日緊張してると思うので、あ、そうなの、いろいろ近いのカレーパン研究所の前、ひいひい、みんなサヤン推し。そうだよね、そう思ったらね、そう。でも緊張する。私200人かそれか500人かどれぐらいなのかちょっとまだ分かんないけど、私そう、皆さんに私レスできるのかな、みんなにレッスンできるのかなって今思い出してきた。全員にレッスン。確かに聞いてみようかな、確かに聞いてみよう。そう、ごめん、私緊張したら本当にそうちょっとレス、そうなの、私緊張しちゃったらさ、なんかレスがさ、レスしてたらさ振りが飛んじゃうのよ、それがあるんですよ。そう、あ、ポンポン隊の時ね、ポンポン隊、そう
そうなんだよね。あとなんか私真ん中があんまりないからな、結構ね端端なんだよね。上手の端におるか下手の端におるかだから大丈夫かな。移動距離移動距離がそうなんだよ。そう最初ね、そう最初の方下手の方折って、後半上手なんだけども、だから私最初の方を端っこ下手折る時の本当に上手によるファンの方々は本当どう見るみたいな、見えるかな、でも会場的に見えるのか、でも普通に近くのメンバー見ますよね。とか思ったり、そう席によってはまあでも多分どっちにも行けるんで、そこは安心だな。なんか僕声がねずっとね上手かな、ん下手、ずっと下手おる、ほぼ下手だから。そうなんだよ、僕声ね本当にねなんでってぐらいねずっとね下手ない。アンコールの後が見て、いえ、そっか。でもそうそう、あのそう11月の29からが3日間公演、そうだね下手は、そう私から見たら右手ですね。まあね他のポジションやることってどうなんだろう。皆さん当たればいいなって思います。来れない方も絶対いると思うけど、
ね、そうだよね。確かに12月って忙しいよね。本当だ。1万人ありがとうございます。師走忙しいよね。12月になったっていうか、もうこう今から忙しいのかねえ。そのイメージめっちゃありますね。何かの私の活動がリフレッシュになればいいなって思います。違うす。え、そうなの。あらら、確かに年末だから中間だから、12月の中間だからまだ良かったのかな。年末だったらもっと忙しかったかな。よかった。そうかそうか。あら、松さん、セーターありがとう。じゃあ次なんじゃ買ったらお読みします。よかった、本当に気軽に見てください。あら、変わったかな。今日の1位はじゃん、マッツーさんありがとう。すき焼きのタワーもありがとうございます。2位は F 渋谷さん、3位はレッドレーサーさん、4位はカタムツリさん、5位はタテ様、6位はアオちゃん、7位はイトキンさん、8位はセイヤンさん、9位はミツルンさん、10位はロックオンさん、11位はカズさん、12位はキチネさん、13位はエイちゃん、ありがとう。ワンタローマルさん、タイタンさん、ヒデのヒデさん、大西くん、トキメッキーさん、ナオナオさん、カッパ AD さん、マイセンさん、高尾炭治郎さん、ナリさん、サトルンさん、パトさん、ありがとうございます。じゃん、コッペさん、リンさん、イナッチさん、あ、今日の目のツインテとか聞こうで、あ、あれかケンタロウさん、セイちゃん、ユウキさん、ちくわドーナツさん、34位がハンちゃん、ケロケロ、ありがとう。ありがとうございます。すき焼き、
監督さん、直哉さん、イケカピョンピョン、モンブランさん、ありがとう。皆様暖かくしてくださいな。高尾市か。イエイイエイ、ありがとう。あらららあららら、感服。そうだね、本当に私気をつけよう。12月バリューあるから気をつけなきゃ。怪我とか。ありがとう。ね、体調管理大事にしないと。あ、よかった。本当にね。そう、みかん、みかん買おうとして忘れてた。お、ありがとう。楽しんでね、行きましょう。ちゃんとお薬飲まなきゃ。あの皮膚科でいただいたお薬ですね。そう、忘れちゃうんだよな。ひひひひ。ゆったりと過ごそう。本当に皮膚科を変えてからね、めっちゃね良くなってきてるんですよね。でもね、なんかその薬を飲むのをね、ちょっとねやめたらね、またダメになるんですよね。多分食生活なんだろうな。
継続が大事だな。本当にね、皮膚科を変えてから全然違う。結構通ってたんだけど、そう、ポテチをちゃんと本当に隠さないとな。私生誕祭までは絶対に、だからもう何回も私ハンバーガーを食べようと思ったし、何回もポテチを食べようと思ったけど、とりあえずやめよう。隠さないと。あ、でもチキンっていいのかな。チキンも結構どうなんだろうな。チキン今私めっちゃ食べてるけどな、チキンっていいのかな、まあ、ふと思ったよね。そう、野菜食べないと。野菜なんかチキンって大丈夫なんか、揚げ物だよね。え、もしかしてチキンもちょっとあれかな。今思った、一瞬。油がダメかもですね。え、ハンバーガーって油？え、サラダチキン？サラダチキンなら OK。 でもコラーゲンは大事。ちょっと難しいな、やば。じゃあバイバイ。そんなこと言ったらストレス溜まっちゃう。どうしよう。ゆきひろさん、ありがとう、バイバーイ。